こんにちは。茨城オンンラインスタディの,時間ですこの動画は中学校2年生の国語かつお節世界に誇る伝統食1時間目の内容です教科書60ページを開いて一緒に国語の勉強を始めましょう この単元では文章全体と部分との関係や筆者の書き方の工夫に注意して内容を読み取ることと筆者のものの見方や考え方を捉え自分の考えを書くことを目標にしています。ここで動画を一度止めて単元の目標をノートに書きましょう。 単元の目標は書けましたかこの目標を達成するためにここでは3時間の計画で学習します。今日は1時間目の学習です。全文を通読して内容を大まかにつかみ文章をまとまりに分けるとともに漢字や語句を 確かめていきましょうでは今日の学習課題全文を通読して内容を大まかにつかみ文章をまとまりに分けようを動画を止めてノートに書きましょう課題は書けましたかでは早速本文を読んでみましょう 動画を止めて、教科書60ページから音読しましょう。音読は終わりましたか終わったら、形式段落に番号をつけましょう。一マス下がっているところが形式段落ですね。全部で18段落あります。 動画を止めて、教科書に直接記入しましょう。形式段落の番号は記入できましたかさて、次はいよいよ文章の内容を大まかにつかみ、まとまりに分けていきます。まず、内容は次の三つが書いてありましたね。 一つ目が、鰹節の製法の知恵と、保存食品としての素晴らしさ。二つ目が、鰹節が食べ物として優れていること。三つ目が、鰹節を伝承する使命です。この内容と接続詞を手がかりに、 文章を三つのまとまりに分けてみましょう。動画を止めて、教科書に直接記入しましょう。三つに分けましたか。話題が変わる時の接続詞さてや。結論を述べるときに使う。以上のように。に。着目できたでしょうか。 それらの接続詞を手がかりにするとこのようなまとまりに分けることができたと思いますではここで動画を止めてまとまりごとの段落番号と内容をノートに書きましょう書けましたか第一のまとまりが少し長いですね そこで第一のまとまりをさらに4つに分けていきましょう第一のまとまりは「かつお節の製法の知恵と保存方法の素晴らしさ」が書かれていましたね接続詞に注目しながら4つに分けてみましょう動画を止めて教科書に直接書き込んでみましょう 書き込めましたかそれでは各形式段落の内容を簡単にまとめてみましょう一段落では「かつお節」というテーマを提示しています話題の提示ですね二段落ではかつお節はカンナで削るほど硬いこと三段落ではかつお節が硬い理由 四段落では、一体どのように加工すれば、かつを固く乾燥させることができるのでしょうか。という問いを投げかけています。五から七段落は、鰹節の製造工程が説明されています。八段落では、鰹節菌に水分を吸い取らせることで。鰹節を固く乾燥させることが書いてありました。 九段落ではなぜ乾燥させるのかと新たな問いを投げかけ十段落では乾燥させる理由をイカを例に出して説明していますそして十一段落で乾燥させることで保存ができると九段落の答えとなる内容になっています十二段落では 一から十一段落のまとめとして鰹節を保存するための知恵が書かれていますこのように第一のまとまりは問いと答えが繰り返されながら読み手が内容をわかりやすく理解できるような構成になっていますこの問いと答えのまとまりで分けると 4つに分けることができますではここで動画を止めてノートに第1のまとまりをさらに4つに分けたものとまとまりごとの込み出しをノートに書いておきましょう。書けましたか今日のまとめです。長い文章の構成を捉えるには 問いや話題を提示している分野段落内容のまとめにあたる分野段落を見つけそれを手がかりに文章をいくつかのまとまりに分けることができますここで動画を止めて今日のまとめをノートに書きましょう書けましたか書けたら文章中に出てきた意味のわからない語は 辞書なので調べておきましょう。また寝室漢字の練習もしておきましょう。これで今日の学習は終わりです。次回はようやくの学習をします。